はい、こちらが、チャネルアイランズが、開発した、フレックスバーテクノロジーでを使った、サーフボードとなります。皆さんこのフレックスバー、このマークですね、フレックスバーと言いますと、あのこの、モールドボードとかといった、板のイメージがあるとは思いますが、まずこのフレックスバーの説明をさせていただきますと、これはホームです。チャネルアイランズが、開発した、数年かけて開発したホームとなります。まずこの横のラインを見てください。この茶色の部分がですね、これはハイデンシティホームといって、3ミリのハイデンシティホームの板の上にクロスを貼り、しっかりとエポキシ樹脂でラミネートをして、裏と表両方ともラミネートしたものに、ブロック状のデッキ面の EPS ホーム、そしてボトム面の EPS ホームをドッキングして、ホームのような板のものにしたものを、真空状態、想像していただくと布団圧縮袋のような状態で、完全真空して圧力をかけて、まず1枚のホームを作ります。そしてその際に、このセンターの部分ですね、このセンターの部分にこれバージョンになっているものがあるんですけど、これもこのサイドの同じ素材のハイデンシティホームをここの、センターの部分にしっかり入れています。でその1枚の、ホームを作ったものがフレックスバーテクノロジーのホームになります。それを使って通常のシェイプと同じようにモデルを削っていくんですが、このモデルはサンプラー、もう大人気のモデルですね、サンプラーをフレックスバー仕様で使ったモデルとなります。でこのフレックスバーを使うと通常のボードよりもどう違うか特徴ですが、まずしっかりとこのバー状のもの、ハイデンシティホームがあることによってセンターの部分がしっかりと安定されます。ここのフットスタンプがかかる部分もしっかり押さえられるし、ここを固めることによってボトムの接水面の部分もしっかりと安定することができます。そしてサーフボードで一番フレックスが必要な部分というのはテールの部分とこのノーズの部分になります。このテールの部分がフレックスが必要だと意味は、ボトムターンをした時に後ろ足でしっかりドライブ感を出すためにテールがしなる、そして、波に厳しい場所に当て込んだときに後ろ足、テールの部分ですね、をしっかり押さえられて、厳しい場所でもボードをキープできる、そして、板を当て込むときに、厳しい場所のアプローチをするときにこのノーズの部分がフレックスするところによってより、厳しい場所に、板を当て込んでいくのと同時に板を返したときに板がノーズが刺さった時とかもフレックスすることによってリカバリーをするので技の成功率も高い、全体的にテールとノーズのフレックスを使ったボードになっております。そしてセンターがしっかりとホールドされてテールとノーズの部分がフレックスすることによってアップスンダウンで前足を踏み込んだ時にビヨーンビヨーンといった形で通常のストリンガーの入っているボードよりもスピードが出るようなボード特徴もあります。でこのフレックスバーを使った、モデルは現在このサンプラーと、ポットモッド、そして、ブラック&ホワイトの3タイプで、完成品のみで発売されております。ぜひ皆様、この新しいテクノロジーを使った、ボードで、サーフィンを楽しんでみてください。